はは。い、さんんこにち今日は OBS のノイズ取りこれについてのお話を進めていきたいと思います。僕も最近はインターネットのライブ配信というのはあまりやっていないんですけれども日本でもまだ YouTube やニコニコ動画ツイキャスこういうのが出てくる前に動画配信サイトがあったことをご存知でしょうかそれはスティッカム という動画配信サイトですこれは5人のコラボレーションができる当時では画期的なシステムでして約十数年前ですそこで僕はスティッカムの日本法人のある六本木ヒルズによく通ったりなんかもして動画配信の研究を早くやって途中では 音楽のコラボレーション配信をするためのヤマハが作りましたシンクルームというのがコロナが始まってからとてもにぎやかになっているんですけれどもその前身のネットデュエットベータというソフトがそれよりもまた10年ぐらい前2010年前後ぐらいにテストバージョンが出てきた時にヤマハのラボの方にも参加させていただいて。 同時配信の研究というのも随分やったものですそしてここ最近でアイドトープの RX これを使ってノイズ取りをするのが OBS のユーダーさんでとっても流行っていることも知っていました今回 RX10 が VST2 じゃなくなってしまってお困りになっている方もたくさんいてると聞いています RX10 になってから vst 3しかないですので obs はまだ vst の2点ぺけぺけこれしか対応していませんまあ早く obs が vst 3に対応してくれることを望むんですけれどもそんな時ちょうど waves というプラグインの世界でも有名な会社がスタジオラックというソフトを以前から出しておりました そのバージョンが14というものになってから VST3 のプラグインをうまく使えるようになったんですということは RX10 も OBS で使えるようになったんです <laughs> 若干何人かの YouTuber の方がもうその配信もしていますけれどもサウンドのエンジニアとして正しい Waves の スタジオラック 4OBS というプラグインの使い方をお話ししたいと思いますじゃあ早速やっていきましょう今 OBS が立ち上がっていましてそしてサブモニターに映っている DAW という音楽を制作するソフトの画面が出ていますね今マウスでですねミキサーのフェイラーをこう動かしますがはい動いているのが分かっていただけると思います 僕は普段こうやって音楽のプラグインとかそういうものを配信したりしています音声はヤマハの有名な AG-03 とか06とかそれをマ似ネしたようなアムーンという会社の激安ミキサーを配信用には使っていますもちろん僕の方はスタジオですので大きなミキサーもたくさんあるんですけれども配信用にはテーブルの関係上小さなミキサーを使っています そして今お話ししているのも簡単なヘッドセットマイクでお話をしていますそこで下側のマイク2というのがヘッドセットマイクですこのマイクにフィルターをかけていきましょうこのメーターの横の3つの点のメニューからフィルターというのを選択しますこのマイクに対してフィルターをかけるわけですプラスのボタンを押しますそうしましまて、VST2 プラグインというののがありますのでこれをを選択します、OK、をしまますす OK ここで選ぶんですけれども先ほどお話しした Waves のプラグインそれのインストールの仕方というのは概要欄にも貼っておきますのでそれをしていただいたらこのようにいっぱいの VST リストの中で Waves Studio Lack for OBS というのがあります。これを選択します。 そうしまして、アクティブ時にインターフェースを開く。これもチェック入れておきましょう。そして、プラグインインターフェースを開きます。こんなインターフェースです。ちょっと右の方にやっておきます。はい、これで閉じます。このプラグインには、Waves だけじゃなくって、他社製の音楽プラグインがいっぱいさせるようになっています。このラックに挿していきます。ここでプラスを押します。 すると一番下に VST3 というのがありましてこの中にアイドトープがあるんですはいこれがアイドトープですそうしましてこのようにすると RX10 というのがありますねここで以前からも皆さんが多分お使いであっただろうボイスデノイズこれがあるわけですこれを選択しますそうするとボイスデノイズが入ったわけです ボイスレノイズ。このままでも自動的にノイズを取ってくれるんですけれども、それはエンジニアの僕からすれば大きな間違いです。これではですね、声の部分の空気感とかいいところが全部取られてしまいます。これはどうすればいいんでしょうか。learn というボタンがありますので、このアダプティブモードを外して learn を押します。そうしますと、このように 音を測るるることができるようになるわけです。今喋っていますから山がクニュ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 動いていますけれども1回黙りますこの部屋はとってもクーラーも効いていましてザーッというような音が案外強くあります。それをを黙ってみて、みランンのボタンを外す。ということなんです。じゃあやってみます。 このように、123456とついたラインが出ましたね。これが静かにしている時のノイズのラインなんです。かなりノイズが高いと思います。でも、これでノイズが取れるわけです。今もそこそこ取れていると思うんですけれども、皆さんがモニターなどをして、まだシャーっていってるなと思ったら、 この右側のフェイダーを上げていきます。ディラクションというのでノイズの取る量なんです。ただし、じゃあ一番上に上げるとよく取れていいねという話になりそうなんですが、それはダメです。なんとも言えないトークの空気感とか臨場感とかというのまで取ってしまうんです。ですから、モニターをしながらよく聞きながらノイズの音が邪魔にならない程度まで 上げるそれぐらいにししておきましょうこのように左加減をしながら上げていきますまた左の方のスレッショルドでも上げることができますこれを上げると青いラインが上がりますのでこういう風にですねよりノイズを取ることになるわけですこれも先ほどから言った理由で左加減というのが必要でノイズが聞こえないなと思ったぐらいになりましたら 無理やりノイズを取らないい。ようにしてください例えば今これから黙りますので下のマイク2のフェイダーをよく見ててくださいはいほとんど振りませんでしたねこれをもしバイパスしますバイパスというのは一時的に取り除くことです はい。下の5分の1ぐらいのところがノイズとして音量が降っていたと思います。数字で言えばマイナス50デシベルぐらいのところでノイズが出ていたと思います。でも今はまた入れましたので僕が喋るのをやめたらほぼゼロのところになります。はい。 このようにしましてノイズが取れるんです。皆さんはほぼトークが中心だと思いますので、オプティマイラーはダイアログ、これでいいと思うんですけれども、音楽系の音を取るときは、これをミュージックにすればいいと思います。そのぐらいのところにだけ注意をしてやると、とてもノイズがきれいに取れて、 なおかつ臨場感や空気感まで残りますので皆さんぜひとも RX10 のボイスデノイズを使う時は必ず自動モードではなくって l ーンで測ってですねそして正確なノイズ処理をしてくださいこれでとっても綺麗な配信ができるはずですぜひとも Waves のサイトに行ってチャレンジしてみてください ウェ v ブスの中にもボイスでノイズのようなソフトがとっても安く提供されています。キャンペーンがかなり多くありますので、大体のものは29.99ドルぐらいで購入することができます。ボイスでノイズと同じようなソフトもありますけれども、今日は OBS の配信者さんで注目になっています RX10 これをを使ってお話ししました。ウェーブスさんには怒られるかもわからないですけれどもウェーブスさんの「スタジオラック 4OBS」というのを使って多分ウェーブスさんは無料で発表したところを見ると OBS のユーザーさんにもプラグインをいろいろ使ってもらいたいなという PR を兼ねて無料配布をしていると思いますので。 ウェイブスさんのプラグインというのは多分世界一たくさんのプラグインを発表している会社さんですので面白いプラグインを見つけたら予算がある時にゲットしてみてください今日はアイドトープ RX10 を OBS で使うためにウェイブスのスタジオラックを o b s というソフトの入れ方とそして サウンドのプロとしての使い方、これを皆さんにお伝えしましたので、今日の説明と同じようにやっていただくと、今まで以上のクオリティで配信ができると思います。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。